はい、こちらは、美女と野獣のベルなんですけれども、それをケーキで作ってみた画像があるので見ていきましょう。あ、なに、魔女？怖っ、これ。あれかな、闇から出てくる髪が生えてない人間みたいな、そういう風にも捉えられますね。ベルっていうのを知ってればわかるんですけれども、これに関しては髪の毛のない人間が奥から出てくるみたいな、そういうシーンにも思えるんで、ちょっとこれ怖いね。はい、こちらはサリーのケーキですね。モンスターズインクのサリーなんですけれども、これが理想ですよ。まあ、ボーボー毛が生えてて美味しそうなんですが、じゃあ実際のものはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。あ、グロやん、これ。もう怖いわ。閲覧注意だね、ここまで行くとね。恐怖映像です。うわー、なにこれ。まあ、分からなくもないけどさ、分からなくもないけれども、恐怖映像になってしまってるので、これは早く処分しましょう。なんか呪われそうな気がするわ。はい、こちらは、あー、中国で有名な万里の長城、ここ登ってみたいよね。すごい美しい景色が広がるんでしょうけど、まあ、これがパンフレットの写真ですね。じゃあ現実やばいっていうことか、見ていきましょう。うわ、アリの行列か、これ。怖すぎるな、ここまで行ったら。何も楽しめないわ。人の行列を楽しむしかないですね。こういうごちゃごちゃしてるとこあんま好きじゃないので、人がいない時に行く分にはいいと思いますが、こういう風に期間を考えないととんでもないことになるようなので、皆さんも気をつけましょう。はい、こちらはスポンジボブですね。何でしょうか、これ。スポンジボブのアイスのようなんですけれども、そのね、スポンジボブのアイスがとんでもないことになってるようなんで、見ていきましょう。これ初見でスポンジボブってわかるやついんの？絶対いないよね。ねえ、これ木生えてんのかな、みたいな。で、口の部分もね、なんかワシが飛んでんのかなっていう、そういう感じですね。で、このチョコレートの涙というか木は何なんでしょうね。これは何を表してんのかちょっとわからないんですけれども、木が生えて、その木が真珠を持ってるようにしか見えないですね。何味なのか気になりますよ。はい、こちらは、あー、こういう風に結婚式のような美しいね、光のなんかオーラに囲まれてみたいな、そういうやつなんですけれども、実際のやつがあるようなので見ていきましょう。おい、これ絡まってるだけじゃねえか。まあ、確かにね、見えますよ、光は。でも、なんかね、コードというか、そういうものが邪魔をして、明らかに捕まってるだけじゃねえかっていう、見方の違いで別物になるということがわかりますね。これに関しては、ドンマイとしか言いようがないですよ。はい、こちらは、これが目指してたケーキですね。おしゃれですよ、こういうキャラクターが乗ってるみたいな。これが理想なんで、じゃあ実際のものはどんな感じなのか見ていきましょう。あ、ぶっ倒されてんじゃねえか。これ倒されたんですね。なんか悲しいな、ここまで行くと。なんかね、それをイメージしたんでしょうが、失敗してしまいましたね。これに関しては悲しいですよ。はい、こちらは、なんだこりゃ。え？なんかサーモンみたいなやつですね。サーモンみたいなやつが 650g？ どういうことでしょうか。何が問題あるのかわからないんですけれども、これを解凍してみた後の画像があるので見ていきましょう。解凍した後が 200g。 450g 水じゃねえか。あー、確かにそういうのありますね。まあ、かさ増しというか、なんというか、水を大量に含ませて、そうして凍らせる。そんであたかも 700g もあるように見せかけて、解凍するとなんと 200g というね。これは普通に犯罪な気がするんですけれども、ちょっと外国なのでわかりませんが、これはアウトすぎますね。はい、こちらは、グランオーリーということで、なんかいろいろつぶつぶが入ったクッキーではないけれども、パイみたいな、そういうやつですね。これがパッケージなんですけれども、さて中身はどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。
え、なんでウサギの全然違うじゃんこれ。別の食べ物になってますよね。なぜかね、こういうパイみたいな美味しいやつかと思ったらウサギだね。これに関してはもうかわいそうとしか言えません。はい、こちらは、映画のデッドプールのコスプレですね。これが、なんか写真なんですけれども、実際のものがどういうものなのかということで見ていきましょう。あ、これただのタイツだな。悲しいな、ここまで行くと。なんかね、もう少しかっこいいのかと思ったら、ただのツンツル店のおタイツみたいな、そういう感じなんで、まあまあ、悲しいですね。はい、こちらはピザですね。何がおかしいんでしょうか。普通にピザなんですけれども、あ、これがサンプルの写真ということか。これがサンプルの写真なんで、実際はどうなってるのかっていう話ですね。見ていきましょう。お、ペラペラだな、これ。紙切れ1枚みたいな、そういう感じだよ。悲しいね、ここまで行くとね。何も食えねえじゃん。残念ですね。はい、こちらは、あー、こういうの可愛いよね。ハリネズミのケーキかな？チョコレートというか、なんか美味しそうなんですが、これが理想ですね。じゃあ現実どんな感じになってるのかというと、見ていきましょう。おい、入れ歯つけんなよ、これ。何これ。めっちゃ前歯出してんじゃん。入れ歯、元のやつついてないのにね。まあ、まだね、針の部分はわかりますよ。それは許しましょう。でも、前歯をつけるな、前歯を。これはアウトですよ。はい、これは、ああ、おしゃれだね。タオルを、こういう風に、熊の人形みたいにして、で、それを飾っとくみたいな。ホテルとかにありそうですね、こういうおしゃれなやつ。おしゃれなんですけれども、それを実際にやってみたという画像があるので、見ていきましょう。これもう縛られてんじゃねえかよ。解放してやれ。あ、悲しいね、ここまで行くとね。むずいのは確かなんですけれども、どうしてもやってみたかったんだろうね。でも案外現実はうまくいかないということがわかりますね。ちょっと早くほどいてあげてください。はい、こちらはスマイルということで、スマイルクッキーズか。クッキーですね。これがパッケージなんですけれども、さて、実際に入ってたやつはどんな感じなんでしょう。クッキーとなんか気持ち程度のつぶつぶ。あ、これ、つぶつぶは別売りかな？それにしか見えないよね。このパッケージを見てみる限り、チョコレートを色のやつでコーティングしたみたいな、そんなお菓子のような気がしますね。なのにね、実際に乗ってるやつはもうチョコですらねえじゃんみたいな。全然大きさも違うんですけれども、そういうやつがなんとこんなところにありますね。これに関してはちょっと原型とどめてないですよ。はい、こちらは、オレンジの乾燥させたやつ、そういう感じなんですけれども、何がおかしいんでしょうか。あ、これね、紅茶とかそういうやつに入ってますよね。美味しそうというか美しい感じなんですけれども、何が問題なんでしょうか。あ、これを実際に作ってみたという、そういう画像があるので見ていきましょう。おい、ミイラになってんじゃねえかこれ。確かに難しそうですもんね、こういう系って。どこまで乾燥させればいいのか、で、乾燥の仕方とか、そういうものが大事になってくるんですけれども、素人がやるとこういう風になるということがわかる画像ですね。まあ、これに関してはね、どんまいとしか言いようがないですね。はい、こちらは、なんかパンプキンで作ったキャラクターですね。これが理想なんですけれども、じゃあ実際に作ったやつはどんな感じなんでしょうか、見ていきましょう。まあまあ上出来だと思うよ。もう少し自信持って。なんだろうね。これはパンプキンが悪いんじゃない？あなた悪くないんで安心してください。まあこういうの難しいですもんね。それをやってみたところ、まあ失敗ではないんですが、ちょっと惜しいなっていう感じなので、これはドンマイですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。